海の中を泳ぐこともできます。彼らは胴体とほぼ同じ長さの尻尾を巧みに使って泳ぐのです。公園の島々はほとんどが火山の噴火によって誕生しました。インドネシアの他の地域では見られない乾燥した気候に適応した植物や動物がここには多く生息しています。足を広げると8センチほどの雲です。